ゆくきん TV エビデイ HelloYouTube! はい、今日皆さんにご紹介するのは D カードのゴールドカード申請してきましたです。もうじき届くだかね。どうなんもうじきか。なんだか騙されてるのかわかんないけど、ドコモドコモショップ行っていろいろお話しして提案されて、大概ね、提案してくる。何かを提案してくるって。 あっちにとって都合のいいことだから、ああ、いい、いい、やねえねえねみたいに断ってたんだけど、ちょっと聞いてたらお得な気がしちゃって、うん。なんだかまずこれだと、シルバー普通のノーマルカードだと、1%。 d ポイント、d ポイント払い、d 払いすると、つく。なんだかんだ、毎月1万3000円ぐらいが、なんかドコモの、いろいろ、カップ金なんだね、毎月払うやつ。いろんな、コース。プランか、うん。で、さらに今日、ドコモ光で、ドコモにしたの。w ウィーフィーを。それが5000円ぐらいなのかな あんま覚えてないけど。で、なんだかんだで、これで1%が、なんか、あんまよくわかんないけど、えー1、1%だと、120円ぐらいあんまわかんない。計算おかしい。まあ、適当だけど、これにすると、年会費1万かかるんだけど、毎月のその支払いのみ、結局、 ドコモの、ね、今言ったお金払うのと、w i f i 分も払うと、1200円ぐらいバックされる。10倍だから。さっき120円。うん、そういうことか。1200円かける ?12 ヶ月。1年。えぇ、ー、144だっけうん、大体一万14400。ポイントとしてはバックされる。1万払うけど、 一四、一万四千四百バックされる。だから四千四百ポイントま、あ四千四百円、円分。ローソンとかで使えるから。うん。こっちだと百四十四円。十二ポイント百、うん千四百四十円。 うん。無料だけど、1440円。1年でもらえるけど、うちだと4400円もらえる。3000円得。その他いろいろ、割、割りがいい、えー、D ポイントのなんか、お得な。コンビニとかでもやたら、あ、C、CM も今いっぱい言ってるし、セブンとか他も、なんだか、ポイント還元、今、たポ、ポイントアップ中とか、パーセントアップ中。 なんか得するようなこといっぱい書いてあって、私はケチなので <laughs>。得、得という言葉に弱いので、これに切り替えちゃった。今言った通り、うん。損はないはずなんだよな。うん。で、さらに、なんだかなんか D 払いを D カードに設定すると、さらにポイントがなんか重複して付けられる。あんまよくわかんないけど、得らしい。<laughs> っていうのと、さらになんかこれにも入る。入るなんか、なんかとにかく登録するだけで。なんか5%。なんか得するらしい。で、これはほぼ無理だな。えー、2月におそらくゴールドカードが来て、 3月末までに D 払いで2万円使うと8000円戻ってくる。8000円はでかいんだよな。なんかで無理やり2万使おうかな <laughs>。ってぐらいさ。得、得に弱いんだよな。まあ、ゴールドカード来たら考えます。この2万分何か使うかどうか。アマゾンでも OK って書いてあったな。確か。 あんま分かんないけどまあしかもそれが達成したらバカ嬉しいね8000円バ,バッグは嬉しいでしょ Amazon 関係ないわかんないうんそうでしょあったうん Amazon あるまあでもさっき Amazon で買うものもないけどちょっと無理くり何かを買おうかしらというね ということケチ登録してね